フリードリヒ三世は、ハプスブルク家のオーストリア公ローマ王。フリードリヒ美王と呼ばれる。ローマ王アルブレヒト一世と王妃エリーザベト・フォンケルンテンの次男。オーストリア公ルドルフ三世の弟、レオポルト一世、アルブレヒト二世、夫の2位。1313 13年に、ルクセンブルク家のハインリヒ七世が死んだ後、ィッテルスバッハ家のルートビヒ四世と皇帝位を、 争ったが、選挙でルートビヒ4世に敗れた。その後数年間、弟、レオポルトの助けを得てルートビヒ4世と戦い、勝利を目前としたが、1322年9月、ミュールドルフ近辺の戦いで大敗し、多くの貴族と共に捕虜となった。1325年まで、補修のみだったが、妥協が成立し、ルートビヒ4世が、ローマ皇帝及び、 イタリア王としてイタリアを治め、フリードリヒ3世がローマ王としてドイツを治めることになった。1330年にフリードリヒが死去した後はルートビヒ4世の単独統治となった。以後、1438年に弟、アルブレヒトの創尊アルブレヒト5世がローマ王に選出されるまで100年余りの間、ハプスブルク家は 多いから遠ざかることになった。1314年に、アラゴン王ハイメ2世の娘イサベルと結婚、一男二女を設けた。ありがとうございます。